皆さんこんにちは。このビデオではみんなの日本語第7課文法を勉強します。じゃあ始めましょう。これは箸です。箸、チョップスティックス。私はご飯を食べます。私は箸でご飯を食べます。私は箸でご飯を食べます。で、スプーン、ナイフ、フォーク、フォークとナイフ。で、スプーン、ナイフ、フォーク、フォークとナイフ。私は手でご飯を食べます。私はスプーンでご飯を食べます。私はナイフでご飯を食べます。私はフォークでご飯を食べます。私はフォークとナイフでご飯を食べます。文型1、sentence pattern number 1。私は箸でご飯を食べます。Particle で indicates a tool, method, or means.For an action in this context. 私は箸でご飯を食べます。練習、practice. ボールペン。私はボールペンで手紙を書きます。手紙、letter. 書きます、write. So, I write a letter with pen. 私はボールペンで手紙を書きます。鉛筆、私は鉛筆で手紙を書きます。パソコン、私はパソコンで手紙を書きます。Now please make a sentence. Looking at the picture. 私はで野菜を切ります。野菜、vegetable, 切ります。To cut. 私はナイフで野菜を切ります。私はナイフで野菜を切ります。私はで紙を切ります。紙、ペーパー。私はハサミで紙を切ります。私はハサミで紙を切ります。練習、プラクティス。箸、パソコン、ハサミ、携帯、フォークとナイフ。Now, please make a sentence followed by the example. 例、example. ご飯を食べます。箸でご飯を食べます。1番、手紙を書きます。パソコンで手紙を書きます。2番、紙を切ります。ハサミで紙を切ります。3番、写真を撮ります。写真を撮ります。Take a photo. 携帯で写真を撮ります。4番、肉を食べます。肉、meat。フォークとナイフで肉を食べます。パソコン、ハサミ、携帯、フォークとナイフ。私は箸でご飯を食べます。クエスチョン。あなたは何でご飯を食べますか？アンサー、箸で食べます。アンサー、スプーンで食べます。アンサー、手で食べます。手、ハンド。もう一度クエスチョン。何でご飯を食べますか？アンサー、箸で食べます。スプーンで食べます。手で食べます。練習、practice. Please make a question and answer sentences followed by the example. 例、ご飯を食べます。スプーン。Question: なんでご飯を食べますか？ Answer: スプーンで食べます。1番、手紙を書きます。ボールペン。Question: なんで手紙を書きますか？アンサー、ボールペンで書きます。2番、
肉を切ります。ナイフ。クエスチョン。なんで肉を切りますか？アンサー。ナイフで切ります。3番。ハンバーガーを食べます。手。クエスチョン。なんでハンバーガーを食べますか？アンサー。手で食べます。4番。写真を撮ります。携帯。クエスチョン。なんで写真を撮りますか？アンサー。携帯で撮ります。5番。映画を見ます。YouTube。クエスチョン。なんで映画を見ますか？アンサー。YouTube で見ます。私は日本語でレポートを書きます。I write report in Japanese. 私は日本語でレポートを書きます。私は英語でレポートを書きます。英語、English, in English, 英語で。私はフランス語でレポートを書きます。フランス語、French。私は中国語でレポートを書きます。中国語、Chinese。 私は韓国語でレポートを書きます。韓国語、Korean language。 私はスペイン語でレポートを書きます。スペイン語、Spanish。 もう一度、私は日本語でレポートを書きます。私は英語でレポートを書きます。私はフランス語でレポートを書きます。私は中国語でレポートを書きます。私は韓国語でレポートを書きます。私はスペイン語でレポートを書きます。Book は日本語で本です。Book is 本 in Japanese language. Book は日本語で本です。Thank you は日本語でありがとうです。これ？これは日本語でリンゴです。リンゴ？アポ。これは日本語でリンゴです。クエスチョン。Good night は日本語で何ですか？ What's good night in Japanese? アンサー。おやすみなさいです。It's おやすみなさい。もう一度クエスチョン。Good night は日本語で何ですか？アンサー。おやすみなさいです。クエスチョン。これは日本語で何ですか？ What's this in Japanese language? Answer. ハサミです。ハサミです。もう一度。これは日本語で何ですか？ Answer. ハサミです。練習 practice. Please make a question and answer sentences followed by the example. 例 example. これクエスチョン。これは日本語で何ですか？ハサミです。もう一度クエスチョン。これは日本語で何ですか？ハサミです。1番。それ？クエスチョン。それは日本語で何ですか？アンサー。パンチです。もう一度クエスチョン。それは日本語で何ですか？アンサー。パンチです。2番。あれ？クエスチョン。あれは日本語で何ですか？セロテープです。もう一度クエスチョン。あれは日本語で何ですか？セロテープです。3番。これ？クエスチョン。これは日本語で何ですか？アンサー。ホッチキスです。もう一度クエスチョン。これは日本語で何ですか？ホッチキスです。4番、デスク。クエスチョン。デスクは日本語で何ですか？アンサー、机です。もう一度、4番、デスクは日本語で何ですか？アンサー、机です。Now, let's remember the name of the family members. 私の家族です。私の家族、my family。ミラーさんの家族です。ミラーさんズファミリー。
私の父、ミラーさんのお父さん、私の母、ミラーさんのお母さん、私の兄、ミラーさんのお兄さん、私の姉、ミラーさんのお姉さん、私の弟、ミラーさんの弟さん、私の妹、ミラーさんの妹さん、私の主人は私の夫、ミラーさんのご主人、私の家内は私の妻、ミラーさんの奥さん、私の子供、ミラーさんのお子さん。もう一度、ファミリーメンバーズ。私の父、ミラーさんのお父さん、私の母、ミラーさんのお母さん、私の兄、ミラーさんのお兄さん、私の姉、ミラーさんのお姉さん、私の弟、ミラーさんの弟さん、私の妹、ミラーさんの妹さん、私の主人は私の夫、ミラーさんのご主人、私の家内は私の妻、ミラーさんの奥さん、私の子供、ミラーさんのお子さん。もう一度、父、お父さん、母、お母さん、兄、お兄さん、姉、お姉さん、弟、弟さん、妹、妹さん、主人、おは、夫、ご主人、家内、おは、妻、奥さん、子供、お子さん。あげます、あげます、to give。私は友達にプレゼントをあげます。私は友達にプレゼントをあげます。I give a present to a friend. 友達に to a friend. 私は友達にプレゼントをあげます。練習 practice. 父ネクタイ。私は父にネクタイをあげます。母 my mother. 花 flower.私は母に花をあげます。カリナさん、CD。私はカリナさんに CD をあげます。もらいます。もらいます。to receive。私は友達にプレゼントをもらいます。私は友達にプレゼントをもらいます。I receive a present from a friend. 友達に from a friend. 私は友達にプレゼントをもらいます。練習 practice. 妹本。妹 younger sister. 本 book. 私は妹に本をもらいます。兄携帯兄 elder brother. 私は兄に携帯をもらいます。父、お金、父、my father、お金、money。私は父にお金をもらいます。貸します。貸します。to lend。私は友達にお金を貸します。私は友達にお金、money、お金を貸します。私は友達にお金を貸します。I lend money to a friend. 友達に to a friend. 練習 practice. 太郎くん、鉛筆、ペンスル。私は太郎くんに鉛筆を貸します。テレサちゃん、消しゴム、消しゴム、イレーザー。私はテレサちゃんに消しゴムを貸します。私はテレサちゃんに消しゴムを貸します。借ります。借ります。to borrow。
私は友達にお金を借ります。私は友達にお金を借ります。I borrow money from a friend. 私は友達に from a friend お金を借ります。練習 practice 先生辞書 dictionary 私は先生に辞書を借ります。太郎くんボールペン私は太郎くんにボールペンを借ります。教えます。To teach 教えます。私は学生に英語を教えます。私は学生に英語を教えます。I teach English to students. 私は学生に英語を教えます。学生に to student. 練習 practice. ミラーさん、日本語。私はミラーさんに日本語を教えます。山田さん、中国語、Chinese language. 私は山田さんに中国語を教えます。習います to learn. 私は先生に英語を習います。私は先生に英語を習います。I learn English from a teacher. 私は先生に from a teacher 英語を習います。練習 What 先生英語私は What 先生に英語を習います。キムさん韓国語 Korean language 私はキムさんに韓国語を習います。かけます。電話をかけます。To make a phone call. 私は友達に電話をかけます。私は友達に電話をかけます。I make a phone call to a friend. 友達に to a friend. 私は友達に電話をかけます。練習 practice. 母 My mother 電話私は母に電話をかけます。兄 My elder brother 私は兄に電話をかけます。もらいます。電話をもらいます。To receive a phone call 私は友達に電話をもらいます。私は友達に電話をもらいます。私は友達に from a friend 電話をもらいます。I receive a phone call from a friend. 練習 practice 会社の人 a person of the company 電話私は会社の人に電話をもらいます。カリナさん電話私はカリナさんに電話をもらいます。手紙を書きます。To write a letter. 私は友達に手紙を書きます。私は友達に手紙を書きます。I write a letter to a friend. 友達に to a friend. 私は友達に手紙を書きます。練習 practice. 子供 child. My child. 手紙 letter. 私は子供に手紙を書きます。彼 my boyfriend 私は彼に手紙を書きます。彼女 girlfriend 私は彼女に手紙を書きます。手紙をもらいます。To receive a letter 私は友達に手紙をもらいます。私は友達に手紙をもらいます。I receive a letter from a friend 友達に from a friend私は友達に手紙をもらいます。練習、彼女、girlfriend。私は彼女に手紙をもらいます。母、my mother。私は母に手紙をもらいます。送ります。To send。私は友達にメールを送ります。メール、email。
私は友達にメールを送ります。I send an email to a friend. 私は友達にメールを送ります。田中さん、メール。私は田中さんにメールを送ります。会社、カンパニー。レポート、リポート。私は会社にレポートを送ります。私は会社にレポートを送ります。もらいます。もらいます。to receive。私は友達にメールをもらいます。私は友達にメールをもらいます。I receive an email from a friend. 練習、会社の人、a person of the company. メール、email。私は会社の人にメールをもらいます。文型に、sentence pattern number two。私は友達にプレゼントをあげます。I give a present to a friend. So this に means to. 友達に to a friend. 私は友達にプレゼントをもらいます。I receive a present from a friend. So this に means from. Please note, に particle in this context indicates the recipient of the things or information.And the person from whom things or information are received. Also, please note, if you receive something or some information from organization, you cannot use に particle, but you have to use から. For example, 私は銀行からお金を借ります. I borrow money from bank. 私は銀行からお金を借ります.練習 practice. レイ、プレゼントをあげます。メールを送ります。電話をかけます。英語を教えます。手紙を書きます。レイ、あげます。友達、友達にプレゼントをあげます。1番、送ります。会社の人、会社の人にメールを送ります。2番、かけます。山田さん、山田さんに電話をかけます。3番、教えます。学生、学生に英語を教えます。4番、書きます。母、母に手紙を書きます。もう一度、レイ。友達にプレゼントをあげます。1番、会社の人にメールを送ります。2番、山田さんに電話をかけます。3番、学生に英語を教えます。4番、母に手紙を書きます。練習プラクティス。これ、私、花をもらいます。私、E メールをもらいます。私、電話をもらいます。私、英語を習います。私、お金を借ります。レイ、もらいました。もらいました is a past tense of もらいます。子供に花をもらいました。私は子供に花をもらいました。I received flowers from my child. 子供に花をもらいました。1番、もらいました。田中さん。田中さんにメールをもらいました。2番、もらいました。妹、ヤンガシスタ。妹に電話をもらいました。3番、習いました。ワット先生。ワット先生に英語を習いました。4番、借りました。Borrowed. 私は姉にお金を借りました。姉にお金を借りました。私はカリナさんに時計をあげました。I gave a watch to Miss Karina.
私はカリナさんに時計をあげました。クエスチョン。あなたは誰に時計をあげましたか？クエスチョン。誰に時計をあげましたか？アンサー。カリナさんにあげました。もう一度クエスチョン。誰に時計をあげましたか？アンサー。カリナさんにあげました。私はカリナさんに時計をあげました。クエスチョン。あなたはカリナさんに何をあげましたか？アンサー。時計をあげました。もう一度クエスチョン。カリナさんに何をあげましたか？ What did you give to Miss Karina? 時計をあげました。カリナさんに何をあげましたか？時計をあげました。時計をあげました。練習 practice. Please make a question and answer sentences. 例、あげました。カリナさん。誰にプレゼントをあげましたか？アンサー、カリナさんにあげました。もう一度、レイ。あげました。カリナさん。クエスチョン。誰にプレゼントをあげましたか？アンサー、カリナさんにあげました。1番、送りました。会社の人。クエスチョン。誰にメールを送りましたか？アンサー、会社の人に送りました。もう一度クエスチョン。誰にメールを送りましたか？アンサー。会社の人に送りました。2番、かけました。弟、ヤングブラザー。クエスチョン。誰に電話をかけましたか？アンサー。弟にかけました。もう一度クエスチョン。誰に電話をかけましたか？アンサー。弟にかけました。3番、貸しました。貸します is lend. 妹、younger sister. The question. 誰にお金を貸しましたか？ Answer. 妹に貸しました。もう一度 question. 誰にお金を貸しましたか？ Answer. 妹に貸しました。4番、書きました。父、my father.The question. 誰に手紙を書きましたか？ Answer. 父に書きました。もう一度。誰に手紙を書きましたか？父に書きました。私は子供に花をもらいました。私は子供に花をもらいました。Question. あなたは誰に花をもらいましたか？ From whom you received flower? Answer. 子供にもらいました。I received from my child. もう一度 question. 誰に花をもらいましたか？ Answer. 子供にもらいました。私は姉に携帯をもらいました。姉？ My elder sister.私は姉に携帯をもらいました。私は姉に携帯をもらいました。クエスチョン。あなたはお姉さんに何をもらいましたか？ What did you get? What did you receive from your elder sister? アンサー。携帯をもらいました。もう一度、お姉さんに何をもらいましたか？携帯をもらいました。練習プラクティス。私です。花をもらいます。E メールをもらいます。電話をもらいます。英語を習います。お金を借ります。So now please make a question and answer sentences followed by the example. 例、example、もらいました。子供、クエスチョン、誰に花をもらいましたか？アンサー、子供にもらいました。もう一度クエスチョン、誰に花をもらいましたか？アンサー、子供にもらいました。1番、もらいました、会社の人。とクエスチョン、誰に
メールをもらいましたか？アンサー、会社の人にもらいました。もう一度クエスチョン。誰にメールをもらいましたか？アンサー、会社の人にもらいました。2番、もらいました。家内。クエスチョン。誰に電話をもらいましたか？アンサー、家内にもらいました。家内、マイワイフ。もう一度クエスチョン。誰に電話をもらいましたか？アンサー、家内にもらいました。3番、習いました。ワット先生。とクエスチョン。誰に英語を習いましたか？ワット先生に習いました。もう一度クエスチョン。誰に英語を習いましたか？アンサー、ワット先生に習いました。4番、借りました。姉、マイ・エルダー・シスター。クエスチョン、誰にお金を借りましたか？アンサー、姉に借りました。もう一度、誰にお金を借りましたか？アンサー、姉に借りました。練習プラクティス。Now, answer the questions and follow the example. 例、example。お母さんの誕生日に何をあげますか？お母さんの誕生日。Your mother's birthday. 花？と、answer。花をあげます。もう一度、お母さんの誕生日に何をあげますか？花をあげます。1番、去年のクリスマスに何をもらいましたか？去年、last year。コンピューター、そう、アンサー、コンピューターをもらいました。もう一度、去年のクリスマスに何をもらいましたか？アンサー、コンピューターをもらいました。2番、誰に英語を習いましたか？誰に、from who？ ワット先生。そう、アンサー、ワット先生に習いました。もう一度、クエスチョン。誰に英語を習いましたか？アンサー、ワット先生に習いました。3番、どこで、where、英語を習いましたか？アメリカの大学。アンサー、アメリカの大学で習いました。4番、いつ、when、先生にレポートを送りますか？明日、tomorrow。アンサー、明日送ります。もう一度、クエスチョン。いつ先生にレポートを送りますか？アンサー、明日送ります。会話の練習、conversation practice。シャツ、姉、my elder sister。ネクタイ、母、my mother。傘、妹、my younger sister。カバン、兄、my elder sister。 A さん、そのシャツ、素敵ですね。素敵ですね。Lovely, nice, wonderful, isn't it? B さん、ありがとうございます。誕生日に、on my birthday、姉にもらいました。A さん、いいですね。That's good, that's nice. もう一度、そのシャツ、素敵ですね。ありがとうございます。誕生日に、姉にもらいました。いいですね。1番、そのネクタイ、素敵ですね。ありがとうございます。誕生日に母にもらいました。いいですね。2番、その傘、素敵ですね。ありがとうございます。誕生日に妹にもらいました。いいですね。3番、そのカバン、素敵ですね。ありがとうございます。誕生日に兄にもらいました。いいですね。今、12時半です。今、12時半です。私は12時に昼ご飯を食べました。私はもう昼ご飯を食べました。
私はもう already 昼ごはんを食べました。I have already eaten lunch. 私はもう昼ごはんを食べました。Not more verb ました。The action has been completed. 私はもう昼ごはんを食べました。I have already eaten lunch. 今、12時半です。私は1時に昼ごはんを食べます。昼ごはん、まだです。まだ、not yet。昼ごはん、まだです。I have not yet eaten lunch. Please note, まだ、not yet. The action has not completed yet. 昼ごはん、まだです。Question. もう昼ごはんを食べましたか？ Have you already eaten lunch? Answer. はい、もう食べました。Yes, I have already eaten. Answer. いいえ、まだです。No, not yet. Please note, you cannot say, いいえ、食べませんでした。But you have to say, いいえ、まだです。もう一度、question. もう昼ごはんを食べましたか？ Answer.はい、もう食べました。アンサー、いいえ、まだです。練習、practice. Please make a question and answer sentences. And please answer, はい and いいえ、both. 例、切符を買います。Question. もう切符を買いましたか？アンサー、はい、もう買いました。いいえ、まだです。Ticket. 買います。Buy. Question. もう切符を買いましたか？ Have you already bought a ticket? はい。もう買いました。いいえ。まだです。1番。レポートを送ります。Question. もうレポートを送りましたか？ Answer. はい。もう送りました。Answer. いいえ。まだです。2番。ミラーさんは帰ります。もうミラーさんは帰りましたか？はい、もう帰りました。いいえ、まだです。3番、あの映画を見ます。クエスチョン、もうあの映画を見ましたか？アンサー、はい、もう見ました。アンサー、いいえ、まだです。4番、テレサちゃんは寝ます。もうテレサちゃんは寝ましたか？アンサー、はい、もう寝ました。アンサー、いいえ、まだです。5番、宿題は終わります。宿題、ホームワーク、終わります。フィニッシュ。クエスチョン、もう宿題は終わりましたか？アンサー、はい、もう終わりました。いいえ、まだです。会話の練習、conversation practice。例、あの映画、that movie。1番、昼ごはん、lunch。2番、宿題。A さん、もうあの映画を見ましたか？ Have you watched that movie already? B さん、いいえ、まだです。No, not yet。A さん、じゃあ、一緒に見ませんか？ Well, in that case, 一緒に見ませんか？ Why don't we watch together? What would you like to watch together with me? じゃあ、一緒に見ませんか？ B さん、いいですね。Yes, いいですね。That's good. もう一度、もうあの映画を見ましたか？ B さん、いいえ、まだです。A さん、じゃあ一緒に見ませんか？ B さん、いいですね。1番、昼ごはん。もう昼ごはんを食べましたか？いいえ、まだです。じゃあ一緒に食べませんか？いいですね。もう一度、A さん、もう昼ごはんを食べましたか？B さん、いいえ、まだです。A さん、じゃあ、一緒に食
食べませんか？ B さん、いいですね。2番、宿題？ A さん、もう宿題をしましたか？ B さん、いいえ、まだです。じゃあ、一緒にしませんか？ B さん、いいですね。do is します。宿題をします。もう一度。A さん、もう宿題をしましたか？ B さん、いいえ、まだです。A さん、じゃあ一緒にしませんか？ B さん、いいですね。今日のレッスンはここまでです。That's all for today. お疲れ様でした。Thank you for your hard work and thank you for watching.